じゃあ、どうも。じゃあ、どうも、どうも。いやー、やばいよね。やっぱ朝は早く起きると気持ちいいよね。今日俺あれでしょ、キャストマンは決まりまくってんじゃん。船に5センチ余計飛んで引っ掛かりまくってんでしょ。何か知ってる？いや、ちょっと前にマグナムに急に YouTube 見てますって現れた人がいて、で、私整体師なんですよと言って、でマジでと、俺ちょっと疲れてるからちょっといろいろやってくんないですかったらいいですよと言って、バキ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 ってやられたの。もう今まで感じたことのない強烈ななんかこう体の歪みを取ってもらって、もうそっから体ギンギン普段もギンギンだけど、性格の歪みはまっすぐ、もう初めからまっすぐだから、やばかったよマジで。その整体のあの動画がこちらです。どうぞ。どうもこんにちは。え、まさか YouTube 見て何どこでしたっけ。金沢から、はい、マジすいません、なんかこんなしょぼいとこに来ていただきまして。何、仕事何やってるんですか。整体ですね。整体、はい、で、あの整体ですよ、はい、整える体で。あ、整える体の、はい、え、普段自分でやってるんですか。そうです。やばくないですか。じゃあ俺ね、めちゃくちゃ疲れてるんで、やってもらえないですか、ちょっと軽く、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。金沢ではなんかいろんなあれやってるんですか。あのいろんな人、そうです、有名な人とか。競輪なんだ。大体は足、いや全身です。競輪ったらすごいでしょ。だって太もも60センチぐらい。僕の同期の僕大会系だったんですけど、同期の子が競輪選手になって、うん、ほんで S 級まで行って、うん、新人戦ダントツ優勝で、うん、もうすごいやついたんですよ、うん、で彼も怪我して引退した。で競輪をまあまあ、俺もだから競輪、僕ボート部だったんですよ。ボートって分かります？レガッタ。あれボートってこう引っ張って蹴るから、うん、競輪の筋肉と一緒なんですよ、うん、だからボート部から競輪行った人大体 S 級まで行っちゃう、うん、同じ力でね、うん、ものすごいトレーニングしてるから、うん、だから俺も多分その時やった方が良かったって言われたんだけど、いやでも釣り具やったからこうやって皆さんに会えたから、うん、いや釣り具で良かったです。釣り具でじゃあちょっと後でやってもらいます、うん。予約に2ヶ月待ちでしょ。今そうですね。9、10、11、12月か。3ヶ月待ち。そんな素晴らしい人に俺のこの体を直してもらっていいんですか。やばいじゃん。じゃちょっと疲れてるからやってもらおう。じゃあちょっとあの後でよろしくお願いします。お願いします。完璧だ。ああ。なんかすいません、なんかよろしくお願いします。いただきます。いやどん。帽子似合わないな。いや、これ以上小顔ったらまずいでしょ。誰か気づかないもんね。うん。いやいやいや。あの、こんなカメラタオルあります。タオル。普通の温泉タオルみたいな。すぐ痛いんでしょ。痛い。たまんないぐらい痛い。泣く。てか、まあこうさっき言ったじゃないですか。これ右側。うん。ダメだよ。すっごい、あの右の肩が狭いんです。あ、これで大丈夫。狭いし、はい、前と目もダメだから。目の大きさも違うので、これ今の顔の、うん、映してください。はい、今の顔。これ終わった後、はい、福山雅治になってる可能性が高い。この幅が狭いので、うん、ここの幅と揃えますね。うんうん、こっちが。がちょっとおかしいんで、しかもこの骨前出てるんで、出てますね。こうなってなきゃいけない。出てます。こうここ出てるんで。これキャストしすぎてじゃなく、いやそれもあるんやと思います。ですよね。もうだってものすごいキャストするもん。うん。だから手も勝手に伸びていっちゃってんでしょ。うん。つれろつれろとかって。だからフッキングしてくれれば何回も後ろ行くんだけど、あんまりバスずれないから。うん。投げる方が多いから。うん。だから前に行っちゃって。はい、そうです。職業病かなって、うつ伏せです。はい。いや、大丈夫かな。なんかこれ悪いんですか。はい。おお。
さらずに。硬いじゃん。すごいですよ。硬い。違う。前に出過ぎてますね。直してるんですか。直して。ま
気持ちよかった。47年間もねいたらね、うん、割とだらけでしょ、うん、逆にええとこないでしょ。ダメですよ。ダメ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 。失敗してない今の。大丈夫。成功。成功で。よかった。まだ失敗しないので。よかった今の失敗したらやだな。まだ失敗しないので。成功。それもそれ成功。それ成功なの。失敗だ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 。バッチリきました。いいですか。すごくいい感じに。いや、ほんまにすごい。やばいな。おお。なんなの今の。ミートレでね。ビートなあ。やっちゃうかやっちゃうの今の。おーいだだだ。おーいだ。なんか顔変わってんじゃないの。大丈夫。福山雅治になってない。いや、モノマネできますもんね。あんちゃん。はい、浮き上がりました。ちょっと待って、顔が上に行ってない。すごい綺麗。ほら、目めっちゃ開いた。めっちゃ開いた。いやいや、もうこれ笑っていいの？治る？治る？大丈夫です。なんかもう違う人になってない。もうめちゃも上に行ってんだけど。え、なに笑い？え、そのレベル？もう違うよ。違う。色は一緒だけどね。誰あなた。20歳ぐらい若返ってない。目ほら銀だけじゃなくなった。やばいほんまに。えほら右のほら、あの変わってますか。ほらでもさ、この骨を奥行ったでしょ。ちゃんとほら行ってる、うん、いやマジでこれみんなやった方がいいよね。首回してみてください。軽いんです。いやいや、もう、うん、なんか自分じゃないような感じ。ほら、いや、なんなの。もう自分じゃない。いや、もうマジ、久々。投げやすないですか。いや、もう、投げやすとこはもう行っちゃうよ、今日。泳げるよ、これ。入れるよ。いや、マジで、ほんと超気持ちいいんですけど、うん、これは、でもやってくださいって言われますよね。すいません、ありがとうございました。もうまだ顔がなんか上に行っちゃってて、自分じゃない、ちゃんと笑えない。え、なってるでしょ、うん、福山です。福山です。福山です。アッジャンです。いや、なっちゃったよほんまに。なりました。やばいよね、完全に。セブンとか行って間違えられたら困るから、今日はマスクしていこう。いや、マジ超気持ちいい。え、なんか短くなってるんですけど。あ、多分すぐ出るからです。あの、今まで引っかかって出してたんで、うん、すぐ腕として前に行ってるだけです。それじゃあ今まではちゃうことやってたの。なんか一回、一段階あの踏んでるんですよ、肩の場所。今まで、はい、だから引っかかってから前で取ったけど、そのまま腕っていう。これが本当の体なんだ。そうです、そうです。もう全然違う今までと。だって姿勢も良くなるでしょ。はい、そうなんです。カスナみたいな。待ってもん。いや、ほんまに超気持ちいい。ありがとうございました。ありがとうございます。いやいや、ほんまにやばい。皆さんやった方がいいですよ。こちらまで、こちらまで、こちら、こちらまで。いや、ありがとうございます。いや、もうほんま自分の体じゃないみたい。ちょっともう健康で入れます。顔は自分の顔じゃないでしょ、ここ。終わりで。終わりで。ありがとうございます。いや、ほんまビビった。ありがとうございます。いや、超面白い。これ切って。え？切って、ありがとうございます。
大変だったでしょ、腕重かったやばいでしょあれ今のさあビビんでしょ。チャモもあれやってもらった方がいいよマジで。もう疲れとか全部吹っ飛ぶからマジやばかった。だってもう俺顔が普段こんな小顔なのに、あのやった瞬間もうめちゃくちゃちっちゃくなっちゃって誰か分からなくなっちゃったもん。福山は猿かと思った自分で鏡見た瞬間やばいでしょ。やばい、こんなちっちゃい顔なのに、うん、こんなぐらいでしょ、こんな顔なっちゃう。マジあれはやばいわ。ほんとありがとうございました。もうほんまに助けます。今日もねキャストバン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 決まりまくってね、5センチ前に行き過ぎて全部引っかかってますよ。マークさん下手くそだなって言われるぐらいキャストミスしてますから、ぜひまた来た時はやってください。バキ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 やってください。悪いやつをちょっとねやってもらって困りますから。じゃあチャモさん頑張りましょうよ。今何バイト ?10 バイトぐらいあるでしょ。15バイト0、俺20バイト1。もう帰ろうよ、帰ろう、帰ろうよ、もう帰ろうよ、やめたいね。まあ皆さんピックフィッシュ今から釣りますんで待ってください。じゃあお願いします。おやすみなさい。そのレベル、あーあーどうもどうもどうも、今日はマサさんどうもどうも、ガイドガイドしてくれるということでトップでしょ。トップトップ今日は日中のトップで、トップオンリーで。じゃあ目標決めときましょう。今日目標